宮野真守のレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。今日は3月最後の放送だって。東京でも桜の開花宣言があったんだよね。そうだ、僕も何気なく街を歩いていたら、あれ桜咲いてる、もうって思ってびっくりした日があって、思わず写真撮っちゃって、なんか嬉しさと同時に、なんだろう、切なさと心強さと、それ今言いたかっただけになっちゃったな。うわー、自分で今やっちまったな。いやー、本当に切ないっていうか、早いなーって思っちゃって、もうちょっと待ってって思った、桜に言った、心の中で。もうちょっと待って、心の準備が、春になる心の準備が。でもまあ今年もね、まあ、楽しくやっていきたいなーなんて思うんですよ、春もね。でもそのためにはやっぱりそのお花見っていうのは大事だと思うんですよ。楽しくやるためには。なのでね、お花見しようよ。ラジスマの皆さん、いかがです？そんな時間あんのかてめえみたいな顔で見てる。そうだよって言われて、柴田さん、人に指を刺さない。お前のスケジュールを出せとめっちゃ強く言ってる。きっと酒が飲みたいんでしょ。あの人は酒が飲みたいんでしょ。じゃあさ、いや、やりましょうよ。これロケとかできないんですか、この番組。急にスタッフの顔が曇るっていう。お花見をしながらお届けっていうね。まあ最悪ロケができなかったとしても、まあせいやと山田がお弁当を作って。せいやと山田が。俺今口に出したけどいいのかな。ちなみに料理の経験はお二人は？山田ないです。せいやは何つったの今？割と作れます。割と作れますだと。楽しみだな。割と作れますと言っているお前のその手がちょっとアンガールズの田中さんみたいだけど。作ってるうちのお前、ジャンガジャンガすんなよ、こぼれちゃうから全部。さあということで、どうなるんでしょうか。今日も張り切っていきましょう。なんか山田がやべえなーって顔をずっとしてるわけ。うわ、やべえな、何言うんだあの人みたいな。そしたらなんか聖夜がなんか急に聖夜がなんか優位に立って得意げに、買うのやめましょう、買うのやめましょう。腹立つあの言い方。買うのやめましょう、山田さん、買うのやめましょう。なんであんなに自信あるんだろうあいつ。そしたらなんかもうなんかスケジュール帳出し始めて。え、なんでスケジュール帳が必要なのっつったら、いや、ちょっとあんまり長く置いとけないじゃないですか、だって。何日前から仕込むの？煮込むの？すごいね、本格的だね。そしたらなんか、いや、2エッチは必要ですよね、つって。2時間でいいものの、何日前の2時間なの、それは。ちょっとなんか不安になってきたんだけど、スケジュール帳を出して、2エッチ必要ですよ。そんな忙しいのか、しかもお前は。2エッチ取れないぐらいの。ああ、面白い。でも、本当大丈夫なの？俺ちょっと不安だよ。だってね、さっきね、鼻噛みたくって。ティッシュをね、ティッシュあるって、せいやに言ったら、ありますって言うから、あ、ありがとうって言ったら、あ、すいませんっつって、汚いティッシュしかありませんって言われて、え、汚いティッシュってなんだろうと思って、あ、なんかぐしゃぐしゃぐしゃって、カバンの中に入れてるから、そう、お見苦しいものをね、見せるのは失礼かなと思って言ってんのかなと思って、いやいや、全然いいよって言ったら、ティッシュが、生のまんま、ベロンって、出てきて、本当に汚いティッシュが、生のまんま、ベロンって出てきて、お前袋どこやったんだっつったら、いや、ちょっとわかんないっす、みたいな。お前、汚えな、つって。汚えティッシュを所持している
お前のニエッチかけて作ったお弁当大丈夫？まあ楽しみにしてみましょう、皆さん。しかも生のまんまで、なんか2、3枚もベローってなってる。ベロクターってなってるのが出てきて、それ渡されそうになって俺ちょっと引いちゃったよね。それはちょっとごめん、それで鼻はかめないわ。ああ、面白かった。大丈夫かな。すいません、ちょっと家に汚ねタッパーしかなくて、とか。なんない大丈夫汚ねタッパーしかなくて、宮野さん、つって。大丈夫よくわかんない焦げがいっぱいついてる。お弁当箱とかやめてよ。大丈夫。あ、買ってくる、ちゃんと。わかりました。じゃあ、それは期待してます。お花見会ね。なんだったら、ちょっと、酒飲みながら。まあ、それは置いといて。なんだっけ？メール読もう？ほっこり読もう？ほっこり。2枚ぐらい行こうか。ラジオネームくるみさんからいただきました。皆さん、マモ版は、マモ版は。最近私がほっこりしたのは、妹の寝言についてです。妹は結構大きな声で寝言を言うのですが、以前までは、それは違うって言ってんだろ！いや、もうダメだ。諦めるよ。などと言ったマイナスな言葉が多く、一体どんな夢を見ているんだろうと気になり妹に聞こうとしたのですが、ここだけの話、妹とはあまり仲が良くないので、大丈夫かな。聞くのを我慢していました。なるほどね。しかし最近は、やったとか、ありがとうございますなどといった明るい言葉をが多くなってきて、よかったなぁとほっこりしました。宮野さんは寝言を言ったりされますか？だって。いや、よかったね。いや、そうだよ。ちょっとなんか辛いことから抜け出したんじゃない？ねえ、ポジティブな言葉に変わったな、寝言が。よかったね。あまり仲が良くないからその真意は聞けてないだろうけど、何があったんだろうね、妹に。俺も寝言言う方かな。なんか寝言で起きる時ある。あれ、ない？あるよね。なんか夢と現実がこう曖昧なぐらいな夢の時ないですか？で、しかも、そういう夢って覚えてるじゃない？眠りが浅いから。で、夢の中で夢だって分かる瞬間、あるでしょ？その時に、ちょっと怖い夢とかだったりすると、こう、わざと起きようとしない？そういう時とか俺多分ガンガン寝言言ってるよね。ほんで、もう、無理やり起きようとし、やめろ！よかった！現実に戻ってきたぜ！みたいな。いや、マジで。今、ちょっとデフォルメはしてるけど、それぐらいの勢いよ。ない？ないか。ショック。うん、マジ分かった。そんなにスタッフに同意が得られないんだったら、もう、金輪際、この話はしません。ごめんね。次のメールに行きたいと思います。ほっこりです。マモラジネーム、オリバー漬け希望、オリバームキムキさんからいただきました。マモ、マモワンは、マモワンは、さっき、母親が、ボディーロック、僕のね、歌ね、ボディーロックを歌いながら、ついてきて今すぐにふんふんふん。ついてきて今すぐにご飯だよって呼びに来てくれて、ほっこりしました。お母さん、陽気なお母さん。トン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 、ついてきて今すぐにご飯だよ。お母さん、
これ、ほっこりするね。あ、ご飯だよ、早く来なさいって言われる。うん、ついてきて今すぐにご飯だよ。レッツボディラックみたいな。いい家庭。ほっこりしました。さて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 。なんかね、まあまあまあ、いろんなことあったんです。それの感想とか来てるです。読むです。マモラジネーム、呼び捨て希望メロンソーダからいただきました。ありがとう。鋼鉄城のカブネリー舞台挨拶に参加させていただきました。ありがとう。放送前なのでネタバレできないのですが、うん、内容はね、なるほど。絵と音楽のクオリティがすごいのはもちろん、それ以上に言葉というか演技の迫力に飲み込まれました。うん、ありがとう。舞台挨拶ではママも言っていた荒木監督一期生のママがその中でどんな心情を表現していくのかがとても楽しみです。ありがとう。また今回の舞台挨拶ではカジさんがいるということで、マモと二人でまた漫才みたいな展開にならないか若干期待してしまっていたのですが、やっぱり漫才みたいになっていましたね。またそうなんですよ、隣に配置されたもんでやりたい放題でしたよね。カジ君が隣にいてくれる安心感ね。ボケたら絶対拾ってくれるっていう安心感ね。マモがまだ台本をもらっていないという話で、あ、そうそう、僕まだ今回先行上映の時にはまだ僕の役は出てなかったので、まだね、アフレコに参加してないんだっていう話をしてて、まあ台本もらってないんですみたいなこと言って、台本をくださいとすごいスタイリッシュな角度で台本を要求した時、もうこれだけで俺何やってんだろうって感じでしょ。よく覚えてるね。やったやった。ものすごく斜めになりながら、台本をくださいってやったわと、カジさんがスターになるとこのくらいの角度で台本をもらいますと瞬時に魔物のボケを引き立てるツッコミをしたくだりはツボでした。だって優しい。またママがキャラクターについてコメントを求められ、美しい馬と書いてビバですと言った後に、カジさんがよっビューティフルホース。ねえ、面白いねと言ったのに続けて、ママがクオリティの高い馬の鳴き真似をするというくだりで笑ってしまいましたと。ボケ、ツッコミ、ボケの流れをこんなにスムーズにできるのは声優界でもマモとカジさんの組み合わせぐらいのものですね。言い過ぎじゃない。僕らの関係性をとてもね、楽しく見てくれてるんだね。そして呼び捨て希望アップルティーからいただきました。カボネリ舞台挨拶、参加させていただきました。ありがとう。舞台挨拶というものに参加させていただくのは初めてだったので、なんだかとても緊張しましたが、とても楽しい時間でした。ありがとう。キャストの皆様のお話の中で一番印象的だったのは、宮野さんが荒木監督が描くキャラクターは一人一人みんな魅力的で、そのキャラの生き様を見たいと思えるような素晴らしさがあるとおっしゃっていたことです。私も荒木監督の作品が大好きなのでとても共感しましたし、この言葉に思わず胸が熱くなりました。宮野さんが演じるビバはまだ、謎に包まれたままですが、今からビバがどう物語にかかっていくのかがとても楽しみです。最高の濃い時間をありがとうございましたと。そうなの。まあそのね、舞台挨拶でもね、ちょろっと思わず言っちゃったんだけど、荒木監督第一期生としてみたいな。本当に監督が確かデビューだよね、デスノートが。荒木監督がね、でそこで僕もね、八神ライトというね主人公をやらせていただいていたんですけど、キャラクターのことがね、まあ当たり前なのかもしれないんだけど、すごく好きなんだよね。子供のように描いていく荒木監督って。うん。だからこそ一人一人のキャラクターが魅力的なんだなって思う。そのキャラクターの人生をしっかり描こうとしていくからなんだと思う。で、なんか一緒にやってる時に印象的だったのが、その温度を大事にしてるみたいな話をしてて。それは感情の温度もそうだし、物語においての流れとしても熱い展開があったらクールな展開があってっていう。で、ちょっと真ん中あたりにちょっととしたコミカルなギャグチックな回があったりとかっていう、その物語の展開としての温度感だったりとか、
色合いの温度感だったりとかもね、大事にしているんだって当時はね、おっしゃっていて、だからね、荒木監督の作り出す色彩っていうのはね、独特なんだよね。心情に合わせてね、色が変わっていくんだよね。それは多分今でも、まあ今はいろんなこの手法を凝らして、どん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 こうね、映像美がすごいことになっているんだろうけど、その頃にそういう作品にかける思いを共有できていた僕はとても幸せでした。うん、八神ライトの、なんか、こう、なんかね、自分が一番こう味方なんだっていう思いで描いている荒木監督。だからこそ僕も、そういう描き方をしてくださる監督。だからこそ、どん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 役に入り込んだんだろうし。で、デスノートっていう作品は、自分がもうどっちかわかんなくなっちゃうぐらい、のめり込んでしまった、きっかけになった作品で、その、キャラクターの人生を生きるっていうことのきっかけになった作品なので、なかなか、人のね、一生を演じるってことはなかなかないから、すごい稀有な経験をさせていただいたんだよね。で、それをまたこうして荒木監督とできるっていうのは非常に喜ばしいことだし、ちゃんと僕も成長した僕で、望みたいなと思う一期生なのでございました。ありがとう皆さん。楽しみにしておいてください。呼び捨て希望、リナリーからいただきました。いつも楽しくラジスマ聞かせていただいています。ありがとうございます。今日おばあちゃんとご飯を食べに行ったのですが、その時にリナちゃんが大好きだって言ってた声優さんって誰だったっけ？マモちゃん？宮野マモルさんだで。あ、方言だね。その人って何の作品に出とるの？ね、NHK の40、リナちゃん、その人、あの真ん中の、あの、イケメン？あの背が高くてイケメンの？おばあちゃんもかっこいいと思ったのよ。ねえ、あのかっこいいキャラクターの、かっこいい声の、あの背が高い人よね？素敵なお顔で素敵な声だったわ。あの、なんていうの、あの、声当てるやつ？声当てるやつやっててね、特集で。かっこいいわね、彼。と、この間の放送前の特集を見たらしく、すごい興奮気味で私に話してくれました。私のおばあちゃんは今年で70歳になるのですが、その話を聞いて、どの世代の方にも魅力的なマモちゃんってなんて罪深いのかしら。もうマモちゃん素敵すぎ。やっぱり私の大好きなマモちゃんだわ、としみじみ思いました。マスケティアーズ、パリの40市の放送とっても楽しみです。私はもちろん、視聴&録画予約完了。おばあちゃんも視聴予約したと話していました。もうすぐ4月、待ちきれません。放送が待ち遠しい。おばあちゃんを虜にしちゃったわ。大丈夫だったかな、俺のおばあちゃんのモノマネ。ちょっと違う？志村さんだった？そんなことないと思うけど。ちゃんとおばあちゃんだったと思うよ。ね？うん。いや、でもね、おばあちゃん楽しみにしてくれてて、嬉しいわ、本当に。とってもね、期待の高まっている作品ですし、僕も気合入っていますしね。マモラジネーム、ちゃん付け希望、うさちゃん。マモちゃん、モモバンバン、マスケティアーズ、徹底ガイド見ましたよ。ありがとう。うわー、めっちゃ面白そうなドラマ。うわー、楽しみとニヤニヤしていながら見ていたのですが、私は聞きました。宮野真守さんのあのお声を、キスして、愛してる。うわー、ドラマスタートがすごく楽しみです。だって。僕もその NHK の海外ドラマ、デビューぶりなんです、実は。だからすごい気合入ってて、主役のダルタニアンをやらせていただいているので、もう本当に硬派な作品で、まあ、その三銃士は皆さん知ってるところと思いますが、今回のマスケティアーズ、パリの四銃士っていう作品はその三銃士がまあ原作であって、で、でも今回のシリーズのオリジナルな展開で物語は紡がれていくので、すごく楽しめると思いますよ。もともと三銃士ファンの皆様も、もちろん三銃士もまだ知らないっていう方々も、すごい楽しめる展開になっていますし、そう、オリジナルのね、出会い方とかをするんですよ。キャラクター同士が。
うん。で、どういうふうにこう、重視として成長していくかみたいな物語になっていくし。で、まあ、海外のドラマなので、ちょっとね、そう、さっきのキスして愛してるみたいな、ちょっとね、ツヤっぽいシーンもね、多いわけですよ。そういうもんでドキドキしていただきたい。なぜなら僕も現場にいてすごいドキドキしちゃうから。なんか毎週こう見てて、いろんな方々のお芝居ね、見てて、うわぁ、やっぱり、すげえキスすんな。まあまあそういうシーンあるじゃない？うん。海外のドラマってね。でもあんまり僕はそう、今までの仕事でもそこまで馴染みがないから、こうドキドキしちゃうわけですよ。だから僕にもありますよ。ああ、みたいなシーンが。キスの音って難しいなと思いながら。難しいなっていうかドキドキしちゃうな、みたいな。やってるので、楽しみに待っててくださいね。さあ、ということで、リクエスト行こうか。スクリプトーンさんからいただきました。私は4月から地元を離れて一人暮らしをしながら働くのですが、どんな困難にも立ち向かえるようにスタンドアップソウルをお願いします。この曲は受験の時や部活の試合などで大事な時に聴く大切な曲ですと。お男性の方。嬉しいね。僕が初めて作曲した曲。それがみんなにとって困難に立ち向かう時に大事な曲になってくれているっていうのが嬉しいです。ミヤノマムのレディスマイル、もうお別れのお時間です。番組では皆さんからのメール、お便りをガンガンお待ちしております。メールアドレスはマモアットマーク JOQR.net、 マモアットマーク JOQR.net です。おはがきの宛先は郵便番号105-8000に文化放送ミヤノマムのレディスマイルまで。そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならばレディスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで今週の当選者は、タカ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 タ、指先をアップルティーに決定しました。おめっとさんでございます。荒木監督の話ができたからね、よかった。アップルティーさんのおかげでね、本当に本当にカパネリ、あのね、めちゃくちゃ引き込まれる作品になってます。僕もね、見させていただいた、まだね出てないから見させていただいたんですけど、うわ、オリジナル作品でこういうことをやっちゃうみたいな、うん、原作がないからさ、もう荒木監督の頭の中にこういう原作が、うん、設定が入ってるんだって思うとワクワクして、僕も早くね演じたいと思っております。お楽しみに。それでは来週も聞いてくださいね。以上、宮野真守でした。バイバイ。